熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、冷却等の物繁殖を防ぐ方法についてですねお話をしたいと思います。冷却等のですね、物繁殖特にですね一番障害が多いのはですね、冷却棟の上、上部でですね、藻が大量に繁殖をする、そして、冷却水がですね、上から水が降ってこなくなってですね、冷却水の水温が下がらない、そういったトラブルにつながります。なのでこの冷却棟の上部、正式名称は上部散水槽という部分なんですけど、ここの物繁殖をですね、防ぐことで、冷却等がこう正常にですね動くようになると。で結構ですね、物トラブルで困ってますっていうお客さんのところに実際行ってみますとですね、冷却等の上の方に大量に藻が繁殖しているっていうのをですね、見かけることがあります。ちなみに、ちょっとこれが、こういった部分ですね、冷却棟の上の方にですね、こういった小さな穴がですねいっぱい開いている部分、があります。ここに水が一旦溜まって、そしてこの小さな穴からですね、冷却棟の中へと水を散水しているということです。でここがですね、藻が繁殖することによって、もう詰まってしまってですね、水が落ちなくなると。はい。で、なぜこの藻がですね、こんなに繁殖するのかと言いますと、これですね、光合成、と言いまして、藻がですね、光を吸収してですね、それで繁殖をすると。要は日が当たる場所にですね、非常にこの繁殖しやすいという、もう、典型的な例かなと思うんですよね。で、金魚なんかをですね、こう飼育された、方はですね、お分かりかと思うんですけど、水をずっと入れておくとですね、自然とですね、この緑の苔が生えてくると。で、いつの間にかですね、もうそのままにしとくと、もうすごい日当たりいいところに置いておくとですね、もう金魚の水槽がですね、緑色になってしまう。で定期的にですね、こう洗って、清掃してあげなくちゃいけない。でも冷却棟も一緒でですね、やはり上部散水槽にこうやって藻が繁殖をするとですね、頻繁に清掃をしなくちゃいけない。それで非常に手間がかかるというお話をですね、伺うことが多いです。はい。でこれをどうやって防ぐのかと言いますと、冷却棟の上のこの散水槽にですね、全部カバーをしてですね、日を当たらなくしてやる。そうすることによって、もう綺麗にですね、物繁殖をですね防ぐことができると。もう日さえ日光さえ当たらなければですね、こういった藻は非常に繁殖しづらい。そのため、この上部散水槽に蓋をつけるっていうのはですね、非常に効果が高い、物対策になります。薬剤をですね、併用するのもこう重要なんですけど、まずはですね、藻が繁殖しにくい状況を作ってあげるっていうのがですね、対策の一つとして挙げられます。はい。本日はですね、冷却棟の藻の繁殖を防ぐ方法についてですねお話をさせていただきました。はい。そういった藻のですね大量発生で困っとるよというお客様に、今ですね冷却水の無料診断サービスを行っております。冷却水をお送りいただいてですね、こちらでいろいろ分析等を行いまして、例えば藻の繁殖だったらですね、藻に対してどういう薬剤が効果的なのかとかですね、そういったものを調べて、ご提案をしておりますんで、ぜひお困りの方はお問い合わせいただければと思います。はい。熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の水温がめちゃくちゃ上がってるとかですね、冷却水のストレーナーが頻繁に詰まって困ってるとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。